キング&プリンス大好き舞子です。4月3日は高橋海人くんのお誕生日、おめでとう。イエーイ。お誕生日といったらやっぱりバースデーケーキ、バースデーケーキを作っていきたいと思います。今までも6人のお誕生日割とお祝いしてきたと思うんですけど、そのたんび割と甘いケーキとか甘いものを準備してきてたんだけど、私実はあんまり甘いの得意じゃないっていうか、まあ、食べたら美味しいんだけど、ご飯とかこう調理系の味が好きなんですよ。まあ、パンだったら甘いパンより調理パンの方が好きみたいな感じなんだけど、でちょっと斬新なねケーキのレシピを見つけたの。やってる方がいて見つけたから、ちょっと私もちょっとかいちゃん要素も足しつつ甘くないケーキを作っていきたいと思います。でまず用意するものがこちら。多分食材はこんな感じ。じゃまず下準備としてきゅうり切っていきます。くり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 、なるべくね薄く切った方がいいかなって勝手に思ってる。こんなもんですね。でちょっと昔の情報だけど、かいちゃんちょっと前にチーカマ好きって言ってた時あったと思うんだよね。薄くこちらも切っていきたいと思います。プリン少しでもかいちゃん好みにしたいんだが、これもちょっと平らく、端はあんまちょっと浮き上がっちゃうから、切りづら、斜めにしようかな。こんなもんでいいっしょ。でむっちゃ大事なのがこの食パン。食パンをですね、このサークルとかいう名前で売ってた100均で、この円に、えっやばい、パンの方が小さい、やべえ、引き伸ばしたらいける説ない？いけ、あ、いけるんちゃう？伸びろパン。え、ちょっときついか。気合いだ。やべえ。まあいいか。これを繰り返す。一番綺麗にできた。あ、そうでもなかった。まあ、これが上の方、これが上かな、これかな。で、端っこのパンの耳はジップロックに保管して後日食べます。もったいないからね。そしてここにゆで卵と生卵があるんですけど、どっちだっけ、え、なんだっけ、ま、回ったらゆで卵なんだっけ。あ、これ生？お、回るのがゆで卵。このゆで卵の殻をですね割って、あ、綺麗なゆで卵。わあ、きれい。ゆで卵をボウルに入れてフォークで潰す。うん、やパンにさ挟んでいくんだけど、まあケーキがサンドイッチっていう話なんですけど、でも甘いのさ苦手な人だったらさ、めちゃめちゃいいよね。美味しいかどうかっていうのがちょっと分かんないから不安だけど。でここにマヨネーズ適量、わかんない、
ほんで胡椒入れとく。結構黒い。では具を乗せていきます。ちょっとさ、あんまいっぱい乗せずに、薄付きっていうのやってきます。あ、待って、胡椒のせいでくしゃみ出そう。おいえ、まあお好みでいいと思うんですけど、多分きっとハムいっちゃいましょう。で、ちょっとこのマスタードなんか間に挟んだらね、大人の階段登っちゃうかも。出た。薄くね、隠し味的な。で、蓋をすると。で、また卵乗せて、レタスを乗せていく。これもちょっと円から飛び出ないようにやるべき。じゃないと後でね、大変なことが起きちゃう。パンを乗せる。そしてまた卵を乗せる。で、ここにきゅうりとちいかわをランダムで乗せていく。とにかく円から出ないように出ないように入れていきます。そして最後、贅沢にハムをもう一枚乗せちゃいます。イエイ。で、最後の蓋をします。ギュー。そして最後の仕上げはクリームチーズ。これで周りをね、コーティングしていくんですよ。そうするとケーキみたいになるから。多分ずれてるみたいなところはクリームチーズでならすと。ケーキっぽくない？で、最後の仕上げにこの生卵を溶いて、薄くフライパンで焼いて、ここに英語の文字が O とか T とか入ってるから、これはカイトにして卵でくり抜いてく。カイト。今度こそ成功させないと。全部入れちゃえばいいね。こう。おお、いいじゃん。こうやって。こうやって。こう。あ。こう。ここだ。オッケー。これで甘くないケーキの完成です。カイト。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。